そんなに出てくるかな。出てくる。かぶりそうですよね。ジンナさんいる。味について、商品について、大事。紅葉からターゲットを考える。この前なんか商品開発してる人と会って、その時にターゲットをなるべく具体的にした方がいいって言われたから、だから。そう、ここに今からバーってあげていくけど、結構具体的にあげてほしい、うん、口に出しながら書いてったらいいちょっとみんなの書いてるやつが共有できるし、はい、耳でよいしょ。誰が気になる人簡単に美味しい。なんか日々の食事とかやったらさ、ステーキってさ毎日食べるもんじゃないやんか、うん、だから例えばやけど、もうなんか白米にかけるよとかさやったら、もうなんか日々の食事からもなんかかけたら OK みたいな、うん、でもなんかステーキっていうところにこだわりがあるんやったら、もうそうやってステーキで作らなきゃやんか、うん、それが分からなくて、でも牛にかけるハーブっていう、うん、いうことは決定やと思う。あ、そうなんや。牛のじゃないけど、多分そうだと。でも基本先生が神戸牛じゃなくても肉にかければ神戸牛になるぐらいのやつがいいって言ったから。あ、そう。どこがゴールやったっけ。売れる商品を作るんかさ、とりあえず商品を作るっていうところがさ目的なんかさ、どうなんやろ。